Hello, hello, and welcome to my channel. So, let's continue with another episode of Nizi Project. It's part one, hashtag 8-1, I think, and I hope. If you are watching, thank you very much. Of course, you can write me comments. I'm always really happy if you write me your thoughts, and it's really great. And yeah, still we have got X Factor. So we will see what will happen today. Some another interesting performance. So yeah, let's start it. Give me a few seconds and let's go. このパフォーマンスを通して驚かせたいです。印象的です。추가로미직휴부를받게될참가자4명을선택했습니다。하드웨어팀은もらえるかなって思ったんですよね。So let's go. Huh?ドラムを習ったことがありますか？私はドラム習ったことがなくて、独学で習いました。 Really? ありがとうございます。 Sorry, I forgot to mention that you will see during episode commercials. 来てください。おめでとうございます。うん、私もすごくもらいたくて悔しくてちょっと涙出そうになったんですけど、泣いてしまったりすることがもっと悔しくて、もっと落ち込んじゃう時がありました。このパフォーマンスを通して新しい自分らしさとか自分ができる新しいことをみんなに見せたいなと思いました。 OK。 ドラムする人がそんなにいないなって思ったので、私がやってみたらちょっと面白いし、すごく変わった自分を教えたので、そうやってそういうこともできるんだよって言って、ちょっと女の子なんですけどかっこいい私を見せたいなって思ってドラムを選びました。그래요정말기대되네はいやってみましょう。はい。Okay, let's go.
당연히 이제 전문적으로 배운 게 아니고 취미라는 거니까 진짜 드럼 연주하는 사람 같진 않아요. 많이 많이 이제 미숙한 느낌이죠. But? 근데 하여튼간 무슨 영화 주인공 같긴 했어요. 무슨 영화 주인공 같긴 했어요. 그냥 방송적으로 시청자들이 이거 보면 그 외모에 그렇게 치고 있는 모습이 정말 사람들이 놀랄 것 같아요. 음악적인 얘기를 하자면 이제 4분음표, 8분음표만 계속 쳐서 아 저거야 뭐 취미니까 저 정도 쓰겠지. 근데 마지막에 이제 오른손으로 스네어를 16분음표를 치면서 바른 4분음표가 오면서 그때 약간 솔직히 좀 놀랐어요. 아무리 취미라고 하지만 발로 4분음표 치면서 손으로 16분음표 치는 게 정말 힘들어요. 이건 보석을 안 줄 수가 없네요. 이건 보석을 안 줄 수가 없네요. 갖고 와요. 트라이앵글. 오케이. 오토школа номер. Největší a nejlépe hodnocená autoškola v České republice. Sorry about this. 동작들이 다 동작들로 보이지 춤으로 보이질 않아요. 말하듯이 그냥 대충 부르는 부분들이 없고 다 너무 세게 불러요. 다른 요리도 연습してきたので ちょっともらえると思ってました. 예, 댄스, 보컬, 뭐, どっちも 取れなかったから 悔しいです. 예, 뭐, 私, 後가 ないんで, 絶対 ここで 頑張るしかないんで, 絶対に, 한국에 行きたいです. 次は, 히나さん. はい. 谷川ひなです。よろしくお願いします。今日は何を準備しましたか？はい、一人芝居を準備してきました。これをどうやって準備上げてんの？私の明るい性格と、あと物怖じしない自分らしさを表現できるのが、お芝居として言葉で伝えることだと思ったからです。期待でねよ。頑張ります。はい、始めましょう。はい、じゃあちょっと準備をしてもいいですか。はい、すいません。谷川ひなです。私は虹にちなんで7色の個性を一人芝居で表現したいと思います。題してひなの虹色七変化、イエーイ！虹色七変化、イエーイ！曲はガットセブンさんの A です。この曲のミュージックビデオはサナちゃんをめぐる7人の男の子のお話なので、私はそのサナちゃんをパクジニョンさんに見立てて7人の女の子を演じたいと思います。お芝居中にタメ口を聞いてしまったりとか愛の告白をしてしまったりするんですけども演技なので誤解しないでください。大丈夫です、大丈夫です。
ジニョンが。あとまた振られたの？しょうもな。何？落ち込んでんの？あ、元気出しなよ。ほら、お腹空いてこない？マーラータンでも食べに行こう。は？ジニョン君のおごりに決まってんでしょ。だから今日はこれ作ってきちゃいました。じゃーん、ほら、かわいいでしょ。じゃーん、ほら、かわいいでしょ。さらへよ。Ah, sorry. Okay, Coca-Cola. It's tasty, but. Ah.Croatia? では、私とは交際できないということでしょうか。なるほど。それでは私からジニョンさんに質問がございます。現在、私以外の女性とパートナーシップ状態である。なるほど。では一旦保留ということで保留ということで。あら、やだ、あともう食べ終わっちゃったの？ちょっと待ってて、すぐ作るから。あらやだ、人参残してるじゃないの。ほら、はい、あーん。あらやだ、かわいい。Like every summer. やけどしちゃうわよ。From up is war with Gan. Nyo-san, ano kore? Nyo-san, Tanigawa Hina desu. Anata no koto ga, anata no tsukuru sekai ga daisuki desu. Kore kara mo oikake tsuzukemasu. Watashi no kimochi, uketotte kudasai. Okay? TV 드라마 보는 느낌이었어요. 감사합니다. 감사합니다. 준비도 정말 많이 했고 연기도 굉장히 잘하네요. 네. 좋았다. 감사합니다. 인쇼테키데스. 인쇼테키데스. 안드레스카. 감사합니다. 오츠카레사마데시타. 감사합니다. 감사합니다. 근데 솔직히 이마마데 호메라레타 코토가 아마리 나카타노데 우레시카타데스. Mihi-san. Mihi. Mihi-san. Mihi-san. Hi. Omegaishimasu. Konnichiwa. 15 sai no Suzuna Mihi desu. Omegaishimasu. Yeah. 何を準備しましたか？私は小学生の時に 2,3 年部活でやっていたバトンをやりたいと思います。いろいろラマピス해본적있어요？はい、学校のイベントの時とかに何度かやったことがあります。
歌とダンスもすごい緊張したんですけど、私が振り付けを作るのも初めてだったし、今回が一番自分の中でちょっと自信があまりなくて、明るい表情とか笑顔だったり、自分のいいところとか魅力を出していきたいなと思いました。연예인은 자기의 매력을 극대화시켜서 표출할 줄 알아야 돼. 다른 말로 하면 내가 어떻게 했을 때 가장 매력 있어 보이는지를 본인이 아는 게 정말 중요해요. 지금 무슨 만화 보는 것 같았어요. 만화 보는 것 같았어요. 그게 진짜 그렇게 보여요. 본인의 매력을 가장 완벽히 보여준 퍼포먼스였던 것 같아요. 緊張していたのでよくできたかその時は分からなかったんですけど、嬉しいことに3ついただいて、あと1個のキューブも獲得できるように頑張りたいと思います。Yeah, really.Really nice episode. I really enjoyed this, and yeah, I will make small review about this episode. So you will find the link below in the comments. And for now, see ya.